皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。暑い夏が、やってきましたけれども、皆さんの教会では、夏のキャンプですとか、いろいろ行事が入って忙しいと思いますけれども、この番組では、毎回素敵なアーティストをお迎えして、音楽とそしてトークを、お届けしていますけれども、今日も夏にぴったりな、エネルギッシュな、音楽を届けたいと思っています。どうぞ最後まで、ごゆっくりお楽しみください。早速ですけれども、まず1曲目、どうぞお聴きください。澄んだ上空を前に存在を感じた。あまりにも小さいものなんだと改めて思った。小さくて一人では何もできないんだと教えられたんだ。意地を張り続けずに自分を見つめていた。時も自分の力を過信していたんだ。弱音を吐いたら負けなんだと無理に余裕な顔。落ちるとこまで落ちて初めて気づけること。
ありがとうございました、今日のゲストは、シンガーソングライターの富安優斗くんです。こんにちは。本当にエネルギッシュな、かっこいい曲ですね。なんていうタイトルですか？弱さというタイトルです。はい、これはご自分で書いた曲ですか？はい、本当になんかあの歌詞の中でその自分の、その強す本当の強さっていうのは自分の弱さを認めた時が本当に強いんだ、はい、それはどういう時にこの曲が、この曲は僕は、中学高校とみっちり6年間ですかね、剣道部に入っていたんですか？はい、実は僕も高校の時にちょっとだけ剣道をやってたんですけど、じゃあ多分すごい、どういう部活かっていうのが、ご存知かと思うんですけど、そうですね、厳しくて先生も怖くて、まあ、とても弱音なんか吐いてられないような、部活の運動部の生活だったんですけど、けどこうして今部活を辞めてこのようにしてクリスチャンとして歩んでる中で、こう果たして弱音を吐かずにこうそのまま努力して強いんだっていう風に言ってることが果たして本当に強い人生なのかっていうのを自分の中でこう問いただした中で、神様によって教えられたのが、そうじゃなくて素直に自分が弱いと何もすることがないって認めることこそが本当に勇気のあることで本当に強さだし、そしてその弱く認めたところに神様が働かれるんだっていうのを自分の中でこう教えられて、でまた自分も弱さを素直に認めたいなっていう思いから書いた曲です。やっぱね、すごい弱さを見せるっていうのはなんか世の中ではねすごく恥ずかしいとか、はい、それはなんかこう弱い人だみたいな、はい、確かにあるけど、本当はその弱さを見せる勇気の方が実はすごくて、はい、で、体育会系なんだけど今は、芸術を専攻してるっていう全然それはまさかの予想しなかったでなんか今日のアートな雰囲気にすごい合ってるんだけどどういうきっかけで芸術を専攻するようになった、と言っても、まあ、予想外とは言っても、うん、中学の頃から、アートというか、うん、そのデザインを描いたりするのは好きだったんですね。なので割とこう運動部でこうバシバシ竹刀を振ってる頃から割と何かをデザインしたりこう何か絵を描くことが好きだったので、まあその中学ぐらいの頃からそういうアートというかは興味は持ってましたね。じゃあ実際に自分でも絵を描いたり、はい、まあ本格的にっていうよりかはもうもう好きでちょこちょこっと好きで描いてて、で実際今学校で学んでるのはコンピューターの方っていう、はい、こう絵画とか油絵とかじゃなくて、うん、こうコンピューターで写真とかを加工したりとかいうデザインですね、うん、デザインの方、はい、なんかあれですか、写真を撮るのも好きってさっき聞いたんですけど、写真撮るのは好きです、うん、どういう時に結構街でブラブラ撮るのか、 それとももうなんか街でブラブラですかね街でブラブラで、ブラブラでなんかこう狙って撮るのか、それともこうなんかその場でその場で撮るのがいい、割とあんま自分でこういうのやるんですけど狙って撮ります狙って撮る僕結構ね、まあ普通に携帯でなんだけど写真撮るのが好きで、なんかこう本当に何気なく撮ったこう人がちょっと入ったりとか、なんかその瞬間のとかってすごい好きで、それもいいですね、うん、でそこから、音楽っていう風にそのギターを始めて、それで歌を書き出したのはいつぐらい？ 2,3 年前ですね。あ、つい最近ですね。そうですね、10年とかではないですね、うんうんうん、でどういうきっかけで書く？きっかけはもともと歌というか音楽を聴くこと自体は好きで、うんうんうん、まあ、iPod みたいなのを聞いて、うん、普段から、賛美とか問わず聞いてたので、うん、まあ、音楽自体は好きだったんですけど、まあ、歌うのがそんなに好きってわけでもなく、あ、そうなんだ、はい、そんなに
熱意を持ってやってるわけじゃなく、まあ、ギターもこれだけ歌えちゃうっていうのはやっぱり才能ね今では大好きですけどね。なんかこう影響を受けたアーティストとかこういう人が好きとかっていうことはありますか？でもこう歌詞の中で普通の一般の音楽でもこうしっかりとこうなんていうんですかね、社会風刺じゃないですけど、うんうん、この一般のこの世の中を捉えてるなっていう歌詞を書く人なんかは好きですね。割と歌詞を聞いて、あ、すごいなって思う。なるほど。あ、でもすごくわかる気がする。なんかそのね、歌っていうよりも心の叫びみたいなのがすごくひしひし伝わってくるので、ね、はいはい、なんか特に日本語はこれまあ J-POP って言われてる日本語はそれがなんか伝わりやすいんじゃないかなっていう。洋楽って結構 BGM に流せるような綺麗な感じですけど、日本語の J-POP って結構暑苦しいというか、いい意味であんま BGM にかけたら疲れるみたいな曲が多いかな。なるほど。じゃあ聞き込むそうタイプですね、はい、じゃあ次の曲に行きたいと思うんですけど、はい、次の曲は何を演奏してくれますか？Lifeという曲です、ね。はい、僕自身、まあ、さっき話があったように、部活なんかに行ってて、僕はもう生まれるとた時から教会にいたんですけど、うんうん、まあ、その部活でなかなか土日大体あるんですよね、部活って。なので、まあ、個人的にはたまに聖書を開いてたりなんかしてたんですけど、やっぱり教会の生活から離れてしまって、こうだんだんと神様っていうのが、まあ、とりあえずいるけど、うん、まあ、大きな存在としてあるだけで自分の中にはいなかったというか、うんうんうん、本当に神様と共にいてくださったんですけど、本当に自分の神様なんだってあまり思えてなかった時があって、まあ、それを今こうしてその時を考える時に、普通に考えたらまあ遠回りと思いがちなんですけど、あ、なんであの時そのままギターを始めてなかったんだろうかとか、うん、そうしたらもっと上手かったのになとか後悔して思ったりするんですけど、でもそれすらも神様が計画した自分のこう歩んできた道であって、その遠回りは決して無駄な時間じゃなくて、うん、意味のある遠回りだったんだっていうのを気づけたので、まあ、そのライフという名のままライフという曲を書きました。じゃあそれでは、2曲目のライフどうぞお聴きください。今日という一日当たり前に過ごす、当然のように日々を歩いてゆく、誰にも同じようで本当は一つだけ、かけがえのない日々が続いてゆく、同じことの繰り返しのようでも同じ日はもう二度とない、求めて何度も迷い遠回りした、全てに意味ある遠回りで後悔なんかいらない、止まりたくない、何もなくてもあなた「どんなに小さな一歩でも確実に進めてるから焦らずに」どれだけ働けるか、どれだけこなせるか、そんなことで人の価値は決まらないから、何のために生きるのか、誰のためにするのか、あなたのためにするのなら何でもいい、今の自分に
やれるだけのこと、そこに力注ぎゆく。偉大なことを成し遂げようとして、つまずき焦り自分を責めた。偉大なことも小さなこともあなたの目には変わらない。いつまでも自分には何もないから、あなたにとどまれた。求めて何度も迷え遠回りした。全てに意味ある遠回りで、後悔なんかいらない。止まりたくない、何もなくてもあなたのために今を生きたい。どんなに小さな一歩でも確実に進めてるから、焦らずに。焦らずに。次の曲は道という曲です。この曲は、この僕が今歩んでいる人生を道というふうに例えて、それぞれに神様が用意した人生の道があるっていうふうに、思って書いた曲です。そしてその道は神様に選ばれた私であり、またここにいる全ての人々に与えられた道であって、そしてその人しか歩むことのできない道なんだっていうことを思わされた時に、やっぱりここでどうしても綺麗にフォームをかっこよく、何も衝突もなく挫折もなく走るのがベストだと思っていた自分がいて、けどなかなかそうはいかなくて、時に挫折もあるし、時につまずく時もあるし、時に転ぶ時もあるけど、神様が共にいるんであれば、神様が言ってることはそのままの傷ついた自分でいいし、そのままの転ぶ自分でもいい、そのままの倒れてしまう自分でもいい、その不格好なもう傷だらけのまま、ただ僕は神様のその敷かれた道を走り抜いていきたい。そしてたとえ倒れてもう立ち上がれないっていう風に嘆いた時であっても、神様はその手を伸ばして僕の手を引いて、その道を導いてくださる方、その道を、精一杯、また本当に死に物狂いで一生懸命神様のために走り抜いていきたい、自分自身がこう歩きたい、こう走り抜きたい、そう思って書いた曲です。道。その道はそれぞれに続いてる道、生きているものの数だけ続いていく道、同じ道なんてその道、それぞれが異なる歩みを毎日している。時に視界遮られる。
一度を振り返ることなく、この道直進し続ける永遠に。この道の上立ち続け、あなたの指し示す先へと走り続ける。まだまだ先行ける、ここで終わりじゃない、光をただ目指して、喜び溢れ出し、じっとはしてられない、自然と体動く、転んでも手を差し伸べて支えとなる、後ろを振り返ることなく、この道直進し続ける。不格好でも前進めるなら、それでいい。がむしゃらに顔だけのゴール目指して、明日の道導けるのはあなただけ。固くこの道の上立ち続け、あなたの指し示す先へと走り続ける。ありがとうございます。いやー、いい曲ですね。ライフ、そして道、2曲続けて、弾いていただいたんですけど、いやでも道僕すごい好きです。なんかメジャーデビューをしてくださいって感じなんですけど、将来のなんかまだね、学生さんっていうことでね、夢とかビジョンってどういう、やっぱり音楽でっていう。いや、もう何でも何でもあり何でもありで、うん、まあ、それこそやっぱ神様に示された道こそが自分のベストなとこだって
思ってるし、うん、まあ、あのどの道行っても神様は一緒についてきてくれるし、うん、祝福されるっていうのはあのもう自分の中で確信してるので、うん、もう別にデザインに行っても音楽だとしてもまた全然違うようなところでも、うん、それはそれで受け止めて、神様がねその与えたその自分らしくっていう才能を、ね、はい、いやでもぜひ音楽でもでもやっぱり一生歌い続けてはいたいですよね、うん、どの場所であってもこれから今 CD とかは特に出してないんですよね、はい、ぜひこれ出しましょうよもうヒット保証しますね、本当に、まあ、それ関係なく本当にでもたくさんの人に聞いてほしいし、特に今迷ってるその若い世代の、うん、一回ねちょっと道を踏み外したようなっていう世代はたくさんって言ったらあれなんだけど、ね、やっぱりどうしてもね中高生でこう部活で忙しくなって神様から、うん、まあ離れてっていうかね、うん、そういう人はいっぱいいると思うので、そういう人たちにぜひ戻ってこいよメッセージ携えて、そうですね、うん、まあ最後になるんですけど、はい、ゆうとくんにとって、賛美っていうのは何ですか？僕の詩編ですね。おおかっこいいですね。でも詩編ってそのまま、うん、喜怒哀楽本当にストレートに、うん、素直に綴った聖書の箇所だと思うんですけど、やっぱ僕自身もこう喜怒哀楽、うん、もう喜んでばっかりじゃないし悲しいこともあるし、けどこうして歌という一つの形にすることによってなんか自分の中でこう告白でもあるし、自分の中での、うん、僕はこう他の人に届けるメッセージを持って歌うっていうよりかは、うん、完全に自己満足の世界というか、うん、自分で思わされたこととか自分で変わらなきゃいけないなって思ったことをこうしてメロディーにしてこう自分で歌う中で自分で発した言葉が自分に返ってくるっていうことはすごいよくあるので、うん、自分の中での告白と神様へ捧げる、うん、まあ、喜怒哀楽の詩編として賛美を歌っています。でもそれがね本当に聴く人の共感になり、多分本当にそのどう、うん、共感できるっていうなんかフラットな気持ちがすごくいいんだなと思います。ぜひこれからどんどんいろんなところで歌って、活動していってください、ありがとうございました。CGN テレビを、ね、見てくださっている皆さんありがとうございます、我が魂の賛美、シーズン2では、皆様の、リクエストやまた、番組に対する、感想や、そのような、ご意見を、募っております、CGN TV の、ホームページに、直接、メッセージを送っていただくか、また郵送でも構いませんので、ぜひ皆さんの、感想を、お届けくださればと思います、そして、この番組をさらに、良いものに、作っていきたいと思います。それでは今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。ぜひ